種をいくら放出しても需要に対して金融機関が十分に応えないでただ単に国債を買うだけですから、この金融緩和というものは大きな成果を得ない、金融行政と相まって行っていくということが大切でありますが、見ていただければ分かりますように金融大臣は空席のままであります。じゃあそれに代わって財政の観点から、財政と金融以前は一緒でした、やはり資金の流れで捉えるんであるならば、そこがしっかりとしたメッセージを出す、どういう企業、どういう商店、どういう個人に、どういう方針でお金をしっかりと貸すのか、この観点が私は欠落していると思います。ありがとうございました。ありがとうございました。復興庁を作る法律を私たちが作りました。また瓦礫の処理の法律も私たちが作りました。しかし本当に申し訳ないんですけれども、野党の自民党には行政の執行権がない。多くの方から、石原さん、法律を作ってくれたのはありがたいけれども、まだ自分たちの住むところに戻れないんだよ、あるいは私のこの水田はこれからどうなるんだ、または町々では家が亀裂が入って床屋さんをやることができない、あるいはお店をやることができない、そういう多くの方々の声を私たちは聞かせていただいてまいりました。この国を起こしていく、そんな動きを仙台から始めようではありませんか。お力をどうぞ自民党に、私平野信にお貸しいただきますけど、最後にお願いいたします。ありがとうございました。また外交から大変ご迷惑をいただいて、皆さんのお力をいただきたいと思います。この雨は福島の皆さんにはエビの雨だと思います。ずっと雨が降らなかった。実は私の亡くなりました裕次郎氏は雨男でございまして、必ず雨が降る。今日もまたどっかに来てるのかな、そんな気もするところであります。福島の皆さんには本当に東京の電力を供給してくださる私たち東京に暮らす都民は、皆様方にどれだけの恩返しができるのか、今本当にできる限りのことをさせていただこうと、この1年半震災から経ちましたけれども考えて行動させていただいているつもりであります。我が自由民主党には未来の日本を背負って立つこのように素晴らしいトップリーダーが揃っております。どうもありがとうございました。